久保さん、噂の iPhone、シネマティックモードです。初めてですね、これ。なんかボケますね。すごい、これインカメで撮ってるんですけど、久保さん。インカメでシネマティックモードもできるんですよ。で、4K60fps っていう最高で言ってます、最高でね。これ結構ボケますね、これ。でもね、ボケ方が、やっぱ一眼レフと違って、まあ作られてる感ありますね。ちょっと話したこんぐらいだったらあれかな。どうですか、久保さん。これシネマティックモード言えてないですけど。久保さん、どうですか。これ今 iPhone ですね。でも被写体がね、ちゃんと、すごい。ここら辺はいい感じかな。ここは雲と混ざると、ここら辺は、ここは結構いい感じっすね。どうですか、久保さん。シネマになってますか？ iPhone でボケるっていうね。そう、すごいっすね、これね。まあ、すぐね、使ってみるってことが大事です。すぐ使うね。秒で使うと。秒でいろいろ使ってみるっていうね。久保さんも、まあね、ネットビジネス、まあ、使ってみる、やってみるっていうのね、とりあえずやるっていうところで、来たわけですよ。で、僕も、とりあえずやるっていうところからね、始まったわけですよ。そうそうそう。お、すごいな、なんか、これ、すごいですね、久保さん、絵面が。なんか、これ iPhone ですよ。シネマ。すごい。これ結構まあ、これインカメですからね。インカメ綺麗に撮れんな、まあまあ。どうすか、久保さん。結構綺麗に撮れてんじゃないか。すごい。インカメすごいね。てか、外カメ使わないですからね、久保さん。あんま使わないでしょ。インカメでこんな綺麗に撮れんのよ。で、僕 iPhone 13 Pro じゃなくして、したんでしたね。で、iPhone 13 Pro のインカメと iPhone 13のインカメは一緒だと思います。確か。まあ、僕たちはインカメの方がよく使いますからね。すごい。あとね、手ブレもね、これ 60fps なんでちょっと滑らかだと思うんですけど、結構ね、手ブレもね、すごい。手ブレも結構、そんなにブレないですね。すごい。久保さん、すごいですね、時代が。時代がすごい。僕、iPhone5S からなんですよ。iPhone5S で、こんな感じで撮ってたんですよね。懐かしいな。久保さんはな、iPhone、な、何からですか？僕、iPhone5S、iPhone5 だったかな？ iPhone5 からですね。そう、iPhone5S か5だったと思うんですけど、ね、これ、被写体こっちに行くのかな。被写体ちょっとインカメなんで難しいな。 その iPhone、 久保さんは iPhone なんだ、いつですかね、久保さん。僕は iPhone5S ですよ、多分。 iPhone5 だ。 iPhone4 ってあったかな。いやー、なんか懐かしいっすね。懐かしい。うわー、なんかすごい。すごい。すごい。
ボケてますね。すごい。いや、時代のテクノロジーを感じるな。いや、ここまで来たか、iPhone っていう。インカメですからね、インカメ。このちっちゃいね、ちっちゃいカメラですよ、インカメなんか。すごいっすよね。創価塾の久保です。いや、すごい。まあ、とりあえず、すぐ使いましょう。すぐ使っていこう。まあ、すぐ使えれば、すぐ使えなくても使うってことが大事で、使わなければ使われるので、使わなければ使われる。いってらっしゃい。